先日ですね、泣き抜きギターコンテスト3桁にも及ぶですね、たくさんの人が参加してくださいました。その中でですね、見られた、あ、この人のギターいいソロだなとか、この人のギターすごいなとかって思ったギターソロ、ね、これに特徴があったということでですね、これを3つのポイントに分けてですね、検証結果っていうのを皆さんにお伝えしたいなと思います。はい、こんにちは、バトマンです。先日ですね、まあ、4月の26日から、5月の6日まで、ハッシュタグ、泣きのギターコンテスト。まあ、正式名称は、ペンタ一発泣きのギターコンテストというのを行ったんですよ。それでですね、たくさんの人、3桁にも及ぶですね、たくさんの人が、参加してくださいました。ありがとうございました。その中でですね、見られた、ね、いい特徴というか、あ、この人のギターいいソロだなとか、この人のギターすごいなとかって思ったギターソロ。ね、これに特徴があったということでですね、これを3つのポイントに分けてですね、皆さんにご説明することによって、皆さんのギター能力が爆上げできるかもしれないということでですね、この検証結果っていうのを皆さんにお伝えしたいなと思います。そしてですね、今後のコンテストに活かしていただけたら、めちゃくちゃいいんじゃないかと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけでですね、その3ポイントのお話の前に、ぜひここの部分を考えていただきたいなと思うんですけど、基本的に例えば、まあ、コンテストに出るときにですね、とりあえず弾いてみようになると思うんですよ、皆さん。ね、どんな人でもやってみなきゃわからないという言葉があるぐらいなんで、とりあえずやってみようとなると思うんですけども、今インターネットもありますし、意外と皆さん何をしてしまいがちなのか、ね、どういう失敗があるのかってことは調べられるじゃないですか。なので、ここはしっかり対策としてやっておいてほしいなと。例えば、ね、これからセブンイレブンのオーナーになるっていうね、自分で起業しようっていう人がですね、田んぼの真ん中に足りないですよね。調べりゃわかりますよね。人がいないな、この辺りみたいなところに店は建てないですよね。はい。いきなりですね、サンダルと半ズボンと T シャツ着て、ね、八ヶ岳とか登らないですよね。えらいこっちゃになることは分かってますよね。でも意外とやってみなきゃ分かんないじゃんっていうことで登ってしまう人が多いってことですね。はい、これはしない方がいいなと僕は思います。で、今回特に多かったのがですね、非常にまあメロディアスに弾くっていうことですね。ですね、まあちょっと夏メロのようなメロディーを弾く人がめちゃくちゃ多かったってことはですね、ここから抜け出したら勝ちっていうか、こうじゃなければ目立つよってことでもあるわけですよね。ここら辺の下調べめちゃくちゃしといた方がいいんじゃないかなと思います。何かをやるときはですね。はい、それでは3ポイントいってみましょう。一つ目の良かったポイントはですね、音程を飛ばしていたってことですね。じゃあ、まずは何をしてしまいがちかというところから言うと、やっぱりチョーキングをして恍惚の表情ですね。まあ、わかるんですけど、ずーっとチョーキング伸ばされるとですね、今回コンテストじゃないですか。でも、この前半にね、チョーキング1回しかしてないよねっていうことになるとですね、やっぱり得点が差し上げにくいんですよね。はい。もうちょっとなんかしてほしかったな、になってしまう。なのでですね、まあ、そういう人たちはちょっと考慮して、みたいな感じで音程を飛ばす。もしくはこういうのもありましたね。同じことなんですけど、こういう、手法を取った方もいらっしゃいましたね。これやっぱり僕の中で心象が非常に良かったなぁと。ね。退屈せずに見てられるなぁと思っていました。ね。意外性があってとってもいいと思います。ぜひこれね、取り入れてください。はい。二つ目なんですが、リズムを変えるってことですね。リズムを変える、どういうことかというとですね、意外と、まあ、8部でずっとフレーズを続けてしまうとかね、ずっと同じテンポで、っていうか、同じ感じでね、続けてしまう。まあ、どんな感じかというと、こんなんですね。
ではないですけど、意外と淡々と弾いてしまうってことが多かったですね。それに対してやっぱり新章が良かったなと、まあ聞いてて良かったなと思うのはですね、リズムが緩急がついてる。みたいなね、フィード感がずっと変わっていく、こういうソロはですね、ついついね、目が引きつけられる、耳が引きつけられますね。ぜひここら辺もですね、取り入れていただけたらいいかなと思います。はい、3ポイント目は意外な動きをしましょうということですね。じゃあ意外じゃない、要はね、何をしてしまいがちかっていうのはですね、横に動く、弾いた音の横に動いてしまうと。まあ、ペンタだったら、で、弾いた音の横っていうことになってしまいますね。なので、そうじゃなくてですね、縦に動いてみましょうと。これで意外と皆さんの耳を引きつけることができますよということで、ちょっと弾いてみたいと思います。ですね、しっかりと横に動くことによって、横に動いてる印象をしっかりと植え付けるってことですね。縦に動く、おー、あれ何やったんだって感じになるのは、やっぱり前半がしっかりと横で動いてる、急に縦が出てくるから、おー、なんかやり始めたに聞こえるわけですね。盛り上がっていくってことですよ。あんまりまあ技巧的になると泣けないんで、あ、そんなにテクニックをいっぱい要するってわけではないんですけど、ちょっと意外な音程の動き方をするってことですね。はい、3ポイントお話ししてみました。いかがだったでしょうか。この意外性、ギターソロの意外性、要は耳を引きつけてしまう、目を引きつけてしまうものって、ほんのちょっとの工夫でできてるんだなっていうことがお分かりいただけたと思います。これぐらいだったら誰でも考えつく、俺だって考えつくよっていうことだったと思います。で、多分皆さん意外と考えがちなのが、すごい難しいことをやらなきゃいけないっていうことじゃないでしょうかね。これやりすぎるとですね、単純に意外性じゃなくてね、ミスマッチになってしまうってことですね。そうならないためにはですね、まあ、ほんのちょっとの工夫でいいよってことなんですよ。このちょっとの違いが大きなこう聞こえ方の違いを生むというかね、印象の違いを生むってことなので、ぜひですね、皆さんもこういう部分取り入れてですね、今後のコンテストね、ギターソロの作り方にですね、活かしていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、今日のレッスンいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。はい、今後もぜひ見てください。よろしくお願いします。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。